シャルロット・ドリュジニャンは、キプロス女王、名目上のエルサレム女王、キリキア・アルメニア女王、キプロス王者二世と、その二番目の妻エレニ・パレオロギナの間の長女として、生まれた。妹のクレオーファが幼くして死んだため、両親、そしてキプロス王家にとって、唯一の生着の相続人であった。ただし、父は、母との再婚以前に相性、愛称、 マリエット・ド・パトラとの間にジャックという書室の息子を設けており、彼はニコシア大司教に任じられていた。将福の兄ジャックは後にシャルロットの王位を脅かす存在になる。母エレニは東ローマ皇帝マヌエル2世の次男、モレアス先生皇、テオドロス2世の娘であり、シャルロットをギリシャ的な伝統の中で育て、ギリシャ語を話させた。シャルロットはフランス語、 イタリア語、そしておそらくラテン語も読み書きができたが、生涯ギリシャ語で話した。教皇ピウス2世はシャルロットがギリシャ語で話す特徴を捉え、彼女をおしゃべりなギリシャ女と呼んでいる。1456年、王位継承者と正式に認められて、アンティオキア女皇の称号を受けた。同年、ブルゴーニ皇フィリップ3世に、被護されていた、ポルトガルの亡命王族。 ジョアンデ・コインブラと結婚したが、ジョアンは翌1457年に急死した。シャルロットの母エレニがこの娘婿を気に入らず、毒殺したと言われている。1458年に両親が相次いで亡くなり、シャルロットは同年10月7日に、ニコシアの聖ソフィア大聖堂において大冠式を行い、キプロス王位を継承した。女王はまだ14歳であった。 シャルロットの知性は最初から困難な状況に置かれた。後ろ盾がなく幼い女性統治者の王位の正当性は王位を狙う諸兄のニコシア大司教ジャックからの挑戦を受けた。1459年10月4日、シャルロットはイトコにあたるジュネーブ博、ルイド・サボアワと再婚した。この縁組は、広塚左教派と争うシャルロット女王派への指示を、 約束したジェノバ共和国がお膳立てしたものだった。1460年、エジプトマムルーク町のスルタンアシュラフ・イーナールの支援を受けた大司教、ジャックの軍勢はファマグスタ及びニコシアの制圧に成功した。シャルロットはオットルイと共に続く3年間、キレニア城での牢城を余儀なくされた。女王夫妻は1463年に城を出て、ローマに亡命し、 大司教がジャック2世として王位についた。シャルロットはローマのコンベルテンリ宮殿を住居として提供された。彼女と面会した教皇ピウス2世はキプロス女王を次のように描写している。年齢は24歳くらい、中世の夫人である。肌は色黒と色白の中間くらい。滑らかな話ぶりでギリシャ風の習慣からか喋りすぎである。 フランス風の衣装を身につけている。さすがに、王家の血筋を感じさせる物腰である。シャルロットは、その後、一時は、キリシャ人の住むロドス島に移住して、小規模な宮廷を主催した。教皇の援助で、キプロス王位奪還のための軍事行動も起こしたが、失敗に終わった。さらに、ジャック二世の未亡人、カタリーナ・コルナーロから、キプロス王位を奪うための陰謀も巡らせたが、 こちらも失敗している。1483年11月には、教皇シクストゥス4世の招きで、バチカン宮殿の品格となり、教皇と同格の客人としての待遇を受ける栄誉に、預かった。シャルロットと2番目のオットルイとの間には1464年6月に、ユーグという名の王子が生まれたが、誕生後1ヶ月以内に死去している。シャルロットは、その後、 ナポリオ・フェルディナンド一世の諸子アルフォンソ・ダラゴーナを養子に迎えた。アルフォンソはジャック二世の諸出の娘と結婚していた。しかし1485年2月、シャルロットは年額4300フローリンの年金を受給する権利と引き換えに夫、ルイの老いであり、オバンヌド・リュジニャンの長着村でもあるサボヤコ・カルロ一世に キプロスなど小王国の名目的な王位請求権を譲渡した。1487年43歳の誕生日を迎えて間もなく死去し、意外はサンピエトロ大聖堂大聖アンドレ、聖グレゴリオ礼拝堂に安置された。葬儀の費用は教皇院の権ウス発生により捻出された。ありがとうございます。